こんにちは、藤谷清六の談話室にようこそいらっしゃいました。今日のお客様は山梨県の高校演劇の総責任者といいますかね、そういうことをなさっております昭和高校の国語の先生の中村勉先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お忙しいところいやとんでもないです。わざわざお越しいただきました、はい、ありがとうございました。中村先生は、確か国語の先生。はい、国語です。そもそも先生はあれですか、演劇、はい、というものに興味をお持ちになったのは何年ぐらい前？そうですね、僕は平成元年に演劇部の顧問になりまして、でもうずいぶん前ですね。はい、でその時ですね、ちょうどバスケット部の顧問も一緒にやってたんですけども、それと並行しながら演劇部の顧問をしまして、でそれからですね、学生時代は本当に当時のことでしたので、小劇場の活動が大変盛んで、でまあ普通の文系の学生の平均的なレベルでしか演劇について関心がありませんでしたので、まあ、年に誘われて2、3本見に行く程度くらいしか、まあ、演劇に対しては関わり合いがなかったんです、うん、本当に顧問になってからいろいろと本を読んだり、うん、まあ、生徒からいろいろ教えてもらったりしたことが大きいと思います。あ、はい、そうですか。ということは平成元年にまあ演劇部の顧問におなりになられて、はい、その時は何高校？その時は甲府商業高校でした。あ、商業ね、はい、そして書かなきゃならないというか、まあ、書くようになったっていうのかしらね、そのとにかく書かなきゃならないというふうにな立場にね、はい、顧問として、こうなっていったのは何年頃ですか？そうですね、工商業というのは当時、山梨英和とそれから氷川高校が大変強くて、関東大会に毎年交互に行っていたような時代だったんですけども、大体3番手だったんですね。で結構みんな熱心にやっていて、で特に部活が盛んな学校ですので、うん、まあ、ちゃんとやらないと部活が維持していけないような、みんな割合と真剣に関わって一生懸命やっていましたん でだんだん僕の方も生徒が創作をしたいって言った時に手直しをしたりするようになってきたんですね、うん、でその次に行ったのが京北高校でして、もう今ありませんが、うん、で京北高校行った時は、最初部員が同好会だったんですけど、30人以上、登録をしていたんですが、じゃあ練習を始めようというと2人か3人しか集まらないって、まあ、みんな記念写真に写りたくて入って名前だけ入ってるような学校でした。でじゃあ、まあ、商業でやっていたようにはできなかったもんですから、じゃあ何から始めようかって言った時にやる台本がないです。でじゃあどうしようかって言って、最初の県大会に参加する時に、まあ、それぞれ の個性に合わせて、ね、物語を作っていったのが、これが創作、完全な創作脚本の最初です。それが平成、平成6年です。そうするとその商業時代はね、はい、別にその台本を書くということはなくて、そうですね、手直しですが、まあ、誰かのものを、誰かのもの、生徒ですね、生徒のもの、うんうん、ただその時にもう半分以上直してしまったので、ほとんど生徒の考えた原型がなくなってしまったような時もありましたから、ということはやっぱり、ね、その商業高校の時からすでに、まあ、多少書いてたと、そういうことになりますね。で完全にお書きになったのはその今の京北、今北斗、そうですね、今北斗高校に変わりました。それがそうですか、はい、でその最初の、まあ言ってみればね、はい、まあ、処女作っていうのかな、はい、そのね、それはどんなお話、はい、それはですね、演劇部の話だったんですけど、うん、その演劇部が人がいなくなったり、活動がつらかったり、人間関係がこじれたりして、この先どうしていこうかっていうようなところで、本当にそれだけの話でちょっと尻切れとんぼで終わってるようなところがあるんですけども、ただどうせ同好会でしたし、それから
大会に参加するのがその上が初めてだったんですね、うん、ですのであの、まあ、好きなことをやろうということで、うん、あのギャグなんかもたくさん入れてあのあ、みんな楽しんで作りました。それは大体時間的には何分ぐらいの、その時はですね、あの予選っていうのがありまして、その時予選はあの十何校出るんですけど、それを2日間でやってしまうという、うん、ちょっと無茶なところがあったんですけども、それが大体40分ぐらいでしたか、はい、なるほどね。ああそうですか。でそれ、から、まあ、書くということですね、はい、で何年ぐらい京北にいらしたんですか。京北に5年間いました。あ、はい、結構長いですね、はい、でその5年間は毎年あの先生がお書きになった。はい、書いてました。あと5年間に、まあ、少なくとも5本書いてるんですけど、はい、それらのものは、はい、大体どういうテーマっていうか、 あまりそのなんて言うんでしょう、テーマとか書きたいとかっていう題材があるから書くというよりは、このメンバーでどのような仕上がりになるだろうか、このメンバーでなんか生き生きとして楽しく活動できるのはどういうお芝居だろうかっていうことを中心に書いていますので、筋立てとかテーマとかっていうのは後の方から来ますですね、うん、大体その京北の5年間には男の部員さんもいらしたんですか、男子生徒。それがですね、当初は初めの3年くらいは男子の方が多かったですね。ああそうですか、はい、うん、でそのキャラを見てね、キャラクターを見ながら、はい、生徒たちの個性を見ながら、はい、まあ言ってみれば今でいうと座敷作家みたいなもんですよね。そうですね。で書いて、はい、大体40分から1時間ぐらいの1時間の範囲で書いて、はいはい、で5年間、はい、でそれは毎年やっぱり県大会にはお出になってたわけですね。県大会は大会には参加しましたけども予選を勝ち抜いたのが5年のうちの3回です、ね、大したもんじゃないですか。5回のうちの3回でしょ。ただ高商業の時に県大会に出なかったことがありませんでしたので、うん、まあ、だいぶギャップを感じていましたです、ね、でも商業から比べると、はい、やっぱり商業の方が何か生徒たちのレベルが高い、はい、高かったですね。そういう意味ですね、はい、それから次はどこの学校へ。次に甲府昭和高校に、今も勤めていますが、はい、赴任しました、はい、それで昭和高校では今何年目ですか。昭和高校6年目です。あ、6年で長いですね。でその昭和高校でもずっと年に1本は先生のものですか、それとも よその他の作家のものもおやりになったんですか。実は既成の作品を大会以外でもやったのは、1本ぐらいですね。あ、はい、でほとんど、はい、先生がお書きになって、はい、そうするとその中村先生が書いたものっていうのは10本とかそれ以上のものですよね。そうですね、焼き直しも多いですので、うん、でもまあ大体そうなります、うん、はい、でその昭和高校のではね、はい、なんかあれですか、先生の書きたいもの書くのか、うん、はい、やはりその生徒たちのキャラを見てね、キャラクターを見ながらこの子たちの個性を生かすようにということでね、やっぱり雑誌作家のように、はい、書いていらしたんですか。そうですね、やはり基本的には変わっていません。生徒の様子を見て生徒に合ったものをということで書くんですが、まあ、京北の時もそうでしたけども、やはりどうしてもその傾向は出てきますので、一人で書いてるわけですから、ですからどうしても、決まったテーマだったり、筋の運びだったり、まあ、それからスタイルだったりということにはだん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 なってきていると思います。うん、でよく高校生のお芝居を見ますと、ね、はい、演劇部の方々大体身近なね、はい、自分の学校の学校生活、はい、というものがこうベーシックにあって、その中でいろんな友達との関係、はい、先生との関係、一生懸命部活をやってるけどこうだみたいなね、はい、お話が多いじゃないですかね、全体として見てますよね。そうですね、まず、はい、でやはりあれですか、その昭和高校時代の、はい、
6年間も、はい、そういったものをこう別に先生もお書きになっていらしたんですか。そうですね、うん、半分くらいはそういうことになると思います、うん、であとはその、まあ、方針が教北の時もそうでしたけども、本当にどちらかというと芝居気がない、これは普通のクラスに入ってもおとなしかったり芝居気がない生徒が入ってきたりすることがだんだん多くなってきまして、うん、でそうなるとですね、飛んだり跳ねたり、それから、まあ、極端に自分と違う年齢差があるような役をやるっていうことはものすごい膨大な稽古の量が必要になってきますし、まあ、それから、まあ、ちょっと曲がりなりにも進学校でありますので、6時半とか7時には帰ってるんですね。ですから、まあ、一番基本的な方針としてはその得意なことをやるっていうことですね。で苦手なことはしないと。でそうなると、例えば高校生をやるか、それとも、中学生くらいにやるか、そうやって考えるとだんだんやるものが限られてきまして、おじいさんおばあさんは出てきませんし、それから性別を変える役も出てきませんし、ね、で大体できることは教室、高校生か、あとは家族の話とか、兄姉とか、すいません、姉妹とかですね、そんなことに大体限られてきてきますね。なるほどね、はい、まあ、それが現実ですよね、はい。山梨知るならハロー山梨。